ランカスター公領は、ランカスター公というイギリスの君主の私有、不動産である。この不動産の主な目的は、同君主に独立した収入源を与えることにある。その不動産は、君主のために信託されている土地、財産、資産といったポートフォリオを構成しており、クラウンエステートとは別に管理されている。 同工業は、イングランドとウェールズにまたがる18,433ヘクタールの土地保有、都市開発、歴史的建造物、一部商業施設で構成されている。ランカスター工業は英国に2つある、王室工業の一つで、もう一つがコーンウォール工業である。2018年3月31日の年度末会計で、この不動産は、 約5億3400万ポンドと評価された。公齢の純利益は、ランカスター公爵としてこの地を治める君主に支払われ、その額は、年間約2000万ポンドに上る。公齢は、将来の君主のために信託保有がなされる、英国王室の不可侵資産であるため、同君主には、ポートフォリオの資本や資本利得を受け取る権利はない。ランカスター公齢は、 課税対象ではないものの、同君主は1993年より、所得税とキャピタルゲイン課税の両方を自発的に支払っている。それゆえ、公領からの歳入が多くを占める国王主願金が受け取ることになる歳入は、公的支出が控除されてから課税される。この公領は、君主に代わるランカスター公領大臣及び、数密飲食機関長によって管理されている。 不動産の財務官邸や不動産投資などの日々、管理は公領評議会の役員に委任されており、公領大臣がその不動産の効果的運営について議会に答弁する。イングランドの内ランカシャー州のパラティンを図示したもの。この公領は英国王室の権限や儀礼的義務の一部をランカシャーの歴史的カウンティ内で取り行う。ここには 現行のランカシャーレイ・カウンティや、グレーターマンチェスターやマージーサイドのほか、カンブリアのファーネス地域も含まれる。1972年の地方自治体法以来、女王が公領の権利において、グレーターマンチェスター、マージーサイド、ランカシャーの州長官及び党官を任命する。ランカスター公領は、エドワード3世の三男ジョン・オブ・ゴーンとのために創設されたもので、彼が、 ランカスターの相続人ブランシュとの結婚によりその構成地を取得した。ランカスターが受け継ぐ土地は1265年に遡り、ヘンリー三世が次男エドマンド・クラウチバックに与えた当時、その地は第六代レスター・ハクシモンド・モンフォールより剥奪したものだった。1266年、第二次バロン戦争のもう一人の主役である第六代ダービー博・ハク。 ロバート・フェラーズの不動産が追加された。1267年、この不動産が、ランカスターのカウンティ、名誉、城として付与された。1284年、エドマンドは、彼の母親エリナー・オブ・プロバンスより、サボイセイクを与えられた。1351年、エドワード3世は、ランカ社を王権伯領に引き上げ、その所有者である、ヘンリー・オブ・グロスモントが、 ランカスター公爵に助せられた。彼の死後、1362年の検証は、彼の義理の息子ジョン・オブ・ゴーントにその考領を授けた。ヘンリー4世の最初の行動は、ランカスターの受け継ぐ土地が、英国王室の所有物とは別に放置され、男性の相続人に渡るべきとの宣言だった。この識別分離は1461年に、 ランカスター公爵の称号下での相続と白料の責務を組み込んだサイエドワード4世によって承認されたもので、それが同公爵とその相続人によって他の相続とは別に保持されると規定していたのだが、ヘンリー6世の試験剥奪で没収されて英国王室と一緒に相続されることとなった。以来この公領は君主の統治へと移るも、 1760年に議会の定めた王室費と引き換えでクラウンエステートに移譲されるのを防いだ。主にそれは君主に属する土地の相続財産である。2011年、同公領は悲惨の再配分計画を策定し、ランカシャーにあるウィンマーリー農場の大部分を売却して、2012年6月までにウィンマーリー村役場委員会に土地区画を寄付した。 2017年、パラダイス文書はこの公領が、ケーマン諸島とバミューダ諸島のオフショア金融センター2カ所に投資していることを明らかにした。どちらもエリザベス女王2世が君主であり、名目上は知事を任命するイギリスの海外領土である。イギリスが両諸島の外交政策の大半を処理しているが、1620年よりバミューダは自治状態である。 同工料の投資には、種類小売業のファーストクエンチリテーリングや、購入選択権付き賃貸小売業のブライトハウスが、含まれていた。労働党のジェレミー・コービン党首は、租税回避目的で、オフショアにお金を置いている人は誰であれ、謝罪するだけでなく、我々の社会に何をするのかを認識すべきだと語り、女王は謝罪するべきではないのかと断じた。講料の広報担当は、 自分たちの投資はすべて監査を受けていて適法なものであり、また女王は公領の投資から受け取った所得にかかる税金を自発的に納めていると述べた。この公領は君主の私的財産であり、1399年以来ヘンリー・ボリングブルックが保有していたランカスター公爵は彼の大い収入で英国王室と一体化した。その長官はランカスタ公領大臣であり、 時に閣僚が保持したりもするが常に大臣のポストである。少なくとも直近2世紀にわたってこの不動産は副大臣によって運用されている。同大臣はその管理について重要な義務にほとんど携わらない無人諸大臣として扱われる。君主は公僚の歳入から国王主元金を引き出す。2015年3月末会計年度の黒字は1600万ポンドで、 公齢の価格は4億7200万ポンド以上とされた。その土地保有は18世紀から年間歳出の受領と引き換えで財務省に歳入が渡ることとなるクラウンエステートと混同されるべきではない。この不動産の日々の任務を遂行する公齢評議会の執行役員たちは評議会の初期官庁、評議会の議長、最高財務責任者である。大臣は 公領の権利を握る女王に代わって、バルモート裁判所の管理任命を担当する。ランカスター公領とコーンウォール公領はいずれも、貴族の保有する他の不動産や王権白領には、行使できない特別な法的権限を有しており、例えば公領全域にある、虫者は、英国王室ではなくその公爵の利得になる、要機能する。公領内の虫者から生じる収益は、 登録済みの事前団体2箇所に分配される。無種物はそもそも国王体験の美徳で生まれたもので、いくつかの点でその地位が残っているが、現在では無種物の主な権利は英国法令に基づいている。この不動産用に別の法務長官がいる。一般的に課税控除は同じ方針に従う傾向がある。英国の大半地域における王室に属する権利が、 公領では代わりに同公尺に属するものとなっている。一般的にこの種の権利に関する議会法が2つある公領への特別な免除を明確に定め、その適用範囲を指定する。特に土地の会計監査や上渡処分に関しては厳格な規制が適用される。ロンドンのランカスタープレイス通りにあるランカスター公領の本部事務所、公領期を掲げている。 高齢の保有不動産は、サーベイと呼ばれる区画6つに分けられ、農村部が5つで都市部が1つある。農村部サーベイが資産と面積の大部分を占めるが、都市部サーベイがより大きな歳入を生み出している。保有不動産は、結婚、相続、贈呈、没収を通じて、また近現代では、売買によって蓄積されていった。ランカスター高寮からの利益上預金や歳入は、 歳月とともに大幅な増加を見せている。1952年の黒字は年間10万ポンドだった。約50年後の2000年、利益上預金は580万ポンドに増加した。2010年の利益上預金は1320万ポンドで、2017年まで2 9 2 0万ポンドに増加した。ありがとうございます。